あと5分。よし。一昨日に行われた突撃作戦などひどかった。それにしても逃亡の果て、何も考えずに窮地でこの山荘を選んだのだろうが、厄介なものだ。もっとも警察が憎しみによって行動しているわけがない。それでは凶悪犯と同じだ。特化車両隊、作戦開始。了解。地震か？いや、違う。これは、な！
逃げろ。やろう。中に人質がいるのにお構いなしかよ。違う。警察の奴ら、人質がここにいないことして、それで何？特化車両隊より報告。3階階段ブロックの破砕に成功。よし、第2フェーズ開始。放水車全車両、山荘を取り囲め。機動隊第4班、催涙弾の発射用意。放水車、第1から第3まで準備よし。第4班、射撃態勢完了。いつでもご命令を。第4班、催涙弾戦車発射と同時に第1から第3、玄関口バリケードに突貫。行け。1階の犯人2名、発砲にて抵抗したものの確保に成功。負傷者は隊員1名、軽傷の模様です。突入した第3、人質を確保しました。無事です。生きてます。どうした第一？前の何があった？やられる。な。
ミライさん。第二より指揮者へ。3回制圧完了。犯人は1名を除いて全員逮捕しました。1名を除いて？その1名はどうした？申し訳ありません。犯人グループのうち1名が部屋を離れて紹介に当たっていて背後を取られました。それに狙われた私を守るため部下見ない警部補が発砲。撃たれた対象は現時点で心肺停止状態です。やはり陽動をかけて一箇所に注意を向けさせていればよかったが。それで前の君の方は無事か？すみません、膝を打たれました。しかし命には別状はありません。それより。ああ、分かっている。それ以上は言うな。とにかくすぐに救護班を用意させる。ご苦労だった。未来を助けてくれか。分かっているとも、それくらいは。山沖総隊長、有機幕僚長がお呼びです。今後の広報対処について相談があるとのことです。ああ、分かった。すぐに行く。まさかここまでやってくれるとはな。せめて美奈さんがいてくれたら気が楽だったんだが。おいさん、まあそう固くならずに。ミナイ君からも酒にはお強いと伺っております。そうそう、
どうぞご遠慮なくやってください。なっ、いやーお恥ずかしい。こういう畳敷きの広い場所で飲むのは温泉地に慰安旅行に行った時ぐらいのものでして、私は田舎での小心者ですから妙に身構えてしまうんですよ。そんなご謙遜を。とりあえずこんなじじいの尺で大変恐縮ですが、もう一つどうぞ。ああこれはすみません。おっとっとっと、あーいい匂いだな。いい日本酒ってのは香りだけで酔わせてくれますね。それにしても山沖さんにはほとほと頭が下がりますね。わざわざ私なんかのためにこんな素敵な席を設けてくださったんですから、本当にありがたい限りですよ。何をおっしゃいます。大石さんには今回の白樺山荘の籠城事件で大変お世話になりました。地元警察と我ら警視庁との連携がつつがなく行えたのも、ひとえにあなたのご協力があってのことと、ゆうすけ、いや、うちの見ないからお聞きしております。彼の分までお礼を言わせてください。いやいや、私は別に大したことなんてしていませんよ。ちょいと脇腹をつついて冷やかしてやっただけです。偉そうに見せようとふんぞり返るのも結構ですが、武装した犯人にはそんなハッタリは通じませんよってね。大石さんたちが県警の方々を説得してくれなかったら、山荘への突入はさらに遅れていたでしょう。そうなれば中で囚われていた人質の身はさらに危険なものとなっていたに違いない。実際身柄を保護した管理人の奥方は衰弱が激しく、精神的なストレスもあって現在も長期入院を余儀なくされていますからね。お気の毒な話です。私たちが覚悟をもっと早いところで決めていたらと思うと心が痛みますよ。いやいや、あなた方は十分やってくださいました。その方のご主人も無事の救出をとても喜んでくれましたし、犯人の逃亡も阻止できました。それだけでも上々とすべきだと私は思っております。そう言ってもらえるとこちらも救われます。まあうちの県警の連中ときたら自意識過剰っていうか、東京の方々に対して対抗意識を持ってる奴らが多いですからね。こういう時にこそガチンと言っておかなくては。連中にもいい薬になったと思いますよ。いえいえ、本来なら我々警視庁も県警の方々の立場を尊重してことを進める予定だったんですがね。
あれ以上もたもたしていると人質の安否はおろか犠牲者がさらに増えていたかもしれない。申し訳ないと思いつつも苦渋の選択でした。そのあたりをぜひ皆さんにもご理解いただけましたらありがたいです。ねえ、分かっていますって。捜査一課長と公安課長にはちゃんと話をつけておきますから、どうぞ休んじてお任せあれなんてね。もっともここまでやってもらっちゃ断れませんがね。そういえば例の酒いかがでしたか。あの程度で皆さんの老後の代価とは思っておりませんが、お口に合えばよかったのですが。とんでもない、十分ですよ。鹿島桜でしたか。あんなうまい酒は飲んだことがないと、うちの署の連中大喜びでしたよ。実は美奈井の地元になかなかの酒蔵がありましてね、私は時々買い付けているんですが、いやーなかなかのものです。部下たちも勝手に封を開けて飲んでしまうくらいで、最近では見つからないように隠しているくらいですよ。なお気持ちはよくわかりますよ。にしても残念ですね。ぜひとも今夜はその鹿島桜の酒蔵を美奈井さんに教えてもらいたかったのに、急用が入っちまうとはついてないですよ。いやいや申し訳ありません。あいつも今日の会を楽しみにしていたのですが、ちょいと本店に呼び出されまして、上司も松葉杖をついて一緒に上京しています。上司？ああ、あの気の強いエリートさんですね。あの勇敢さはなかなか大したものだ。ああいう高学歴の方は鉄砲の音を聞いただけでブルッチマンもんだと思ってたんですけどね。自ら危険なチームの指揮を買って出るなんて、ベテラン刑事でもなかなかできることではありませんよ。いやいや、勇敢と無鉄砲は違いますよ。突入の際は周辺の紹介を念入りに行うようにと命じていたのに、あの低たらくですから、一時は肝を冷やしました。そういや、突入時に怪我をされたそうですね。でも、杖付きでも歩けるってことは大事がなさそうで、何よりじゃないですか。ええ。
見ないのおかげでね。ミナイは前野が公安に配属された当初、彼の指導教官を務めていましてね。その縁あって階級が逆転した後も師弟というか年の離れた兄弟みたいな関係なんですよ。そういやそんな感じでしたね。つまり本店に呼び出された理由がそれですか、山沖さん。美奈さんの処分どうなるんですか。それを今査問にかけているところです。まあ全然お咎めなしというわけにはいかないでしょうがね。しかしおかしな話だ。美奈さんが撃っていなかったら足を撃たれていた捜査員、前の警部はおそらく目前に迫った犯人によって殺されていたでしょう。それは周囲の証言もそしてテレビカメラの映像も十分に正当防衛であると証明してくれているじゃないですか。それでも現場にいない人々にとっては建前の方が大事なんですよ。じゃあやはり美奈さんは免職ですか。いえいえ、そこまではさせませんよ。とりあえずみそぎ程度に今の部署は移動させますが、新設の私の直下の部署に置く予定です。ちょうど彼には担当してもらいたい事件がありましたからね。え、それで大丈夫なんですか。確か以前ヒージャック犯を射殺した刑事さんは刑事告発されて罷免、上の方々も何人かがお辞めになられたと聞きましたが。何、私たちとて指をくわえて黙っているわけではありませんよ。そもそも彼らに危険を負わせて命令を下す権限は、彼らの高校の憂いを取り除く義務を果たしてこそ担う資格を得るものと私は思っています。なればこそその行動に正当性を保証するのが私の役目。全力でもって美奈のことを守るつもりです。すごいなあ。
そういや、美奈井さんが撃ち殺したっていうあの下道野郎、名前なんて言いましたっけ。確か滝口和典、東都大学の学生ですよ。 T 大学籠城事件の時にもあの顔を見たことがあります。
今大沼茂容疑者を乗せた車が厚生省の地下駐車場から出てまいりました。今待ち構えていた報道陣のカメラが後部座席に向かって一斉に撮影を行っています。ものすごい数です。私も気をつけていなければこの人混みの波にさらわれてしまいそうなほどです。うちの子を返せ！あんたは人間じゃない鬼だ！患者たちの命を踏みにじってどうして平気な顔してられるんだよ！そこまで金が欲しかったのかよ！税金で雇われた人間のくせに恥を知りやがれ！あそこに集まっているのは被害者の会の皆さんです。患者のご家族、知人、そして病院関係者、相当な人数に見受けられます。彼らは一斉に大沼容疑者の乗る車に向かって罵声を浴びせています。今投石がありました。畜生、畜生、お前らのせいで俺の娘は石を投げつけた人は周囲の警察官によって取り押さえられたとのことです。ただその怒りたける感情は私たちにも理解できるものです。何しろ今回プラシルの副作用で病状が悪化した患者の数は現状確認できるだけでも500人以上。もともと分母の小さな精神疾患の分野においてこの数値は異常なものと専門家からもご意見をいただいております。さらに患者が死に至った事例もいくつか判明しています。現場の吉村さん、護送される大沼容疑者の様子はどんな感じでしたか？はい、ちょっと車内が暗く覆われていて、しかも大沼容疑者は頭からすっぽりジャケットをかぶっていましたので表情などは分かりませんでした。ただ関係者の話ですと、警察官が彼の職場に訪れる前から落ち着き払った表情でもはや覚悟を決めたという様子であったとのことです。以前の取材では確か自らの潔白を訴えておりましたよね。そのあたりはどうだったのでしょう？残念ながらその点につきましてはまだ不確定な状況ですので、今後の関係者への取材によってご報告したいと思います。現場からは以上です。デタラメよ！
一緒だから。お父さん、お母さん。火事だよ。早く逃げて。どうして、まだ気づいてない？るいは、まさか。まどか、とにかくここから出るのよ。出るってどうやって？階段こんなに燃えて降りれない。私怖いよ。窓から下に降りるよ。え？そんなどうやって？こんな高さから飛び降りたら怪我しちゃうよ。怪我と死ぬのとどっちがいいの？私にしがみついてなさい。早く！
お姉ちゃん、ヒガ！目をつぶってなさい。絶対に私の体から腕を離したためだから。行くよ。お姉ちゃん、お母さん、それとお父さんは？すみません、消防士さん。あの
私たちのお父さんとお母さんは？え？君たち以外の誰かがあの家の中にいたのか？いました！1階の部屋にお父さんとお母さんが！あそこの今の廊下を挟んだ反対側に！はい、通して！道を開けてください！どいてください！被災者他に2名発見！すぐ病院へ搬送します！2名ともに心肺停止状態！とにかく救急車内で蘇生措置を！待ちなさい、君！やめなさい！見ちゃダメ！見るな！マドカ！お母さん、もっと、すまんな、イウスケ。こんな報告、絶対するまいと誓っていたのに、この手たらくだ。恨んでくれても、構わんぞ。Thank you.
ユースケ、それにノブミさん、事件の真相を突き止めることなく捜査本部は昨日解散になった。本当に申し訳ない。あんまり生意気にのぼせやがっているようなら、向こうずねを蹴飛ばしてやってくれ。頼んだぞ。わかりました。でもまあ若いんですから、ちょっとくらい自信過剰な方が将来有望だと思いますよ。前のは上昇志向が強い分、意にそぐわないことに反発はするが、理解されない状況には孤独を感じるやつだった。それをユースケは分かっていたのだな。すんません、未来さん、すんません、すんません。殺してやる。未来さんをあんな目に遭わせた奴ら、絶対に全員この手でぶっ殺してやる。絶対にこの山だけは他の連中にやらせない。
え？そんな。納得できませんよ、山沖理事官。未来さんはローエル義国の背後関係を洗っていて、その報告直前に火災事故に巻き込まれた。ということは、あの人はその義国に関与した組織的な謀略によって殺された可能性が高い。だったら当然俺たちが捜査に当たるべき山じゃないですか。そうだそうだ。確かにそうかもしれない。だが現時点では不審火による火災事故との判断が捜査一課によって出されている。ということは、それを覆すことができるだけの証拠が見つからない限り、謀殺説を主張するわけにはいかん。ですから、その証拠を俺たちが絶対に探し出してみせます。お願いします、理事官。あと少し、あと少しだけでいい。俺たちに捜査をやらせてください。お願いします。前の、ありえない、ありえないでしょうが。そんな失火なら、なんで未来さんは焼け死ぬまで火事に気づかなかったんです。逃げた様子もなく寝室から遺体が発見されるなんて絶対にありえませんよ。確かにな。だったらせめて殉職にしてやりたかった。残された娘さんたちのためにも。ユースケ、俺たちの追っている敵はそんなにもでかい奴だったのか。だとしたら俺たちは一体どうすればいい。どうすればそいつらに立ち向かうことができるのだ。
何なんだ、一体何だって言うんだ。なんで俺が広報なんかに。一体なんで広報なんだ。危険もなければ創造性もない、マスコミ向けの情報提供が仕事。ふっ、手のいい感触だろうが。ここにいたか、探したぞ。辞令書は新しい勤務先の上司に渡すのが基本だ。それにシワをつけたり、まして汚したりしては、カナエの敬重を問われかねんぞ。君はキャリア組だ。それを知らないはずがあるまい？荒れてるな。当たり前です。何なんですかこの人事は。俺なんか失態でもやらかしましたか。まあ落ち着きたまえ。とりあえずそれでも飲んで気を沈めたまえ。このクソ暑い中ホットなんか飲む気になれません。俺は結構ですから。候補は嫌いかね。好き嫌いの問題ではありません。私はこれでも公安の職務に誇りと少しの自信を持っています。それに自ら先頭に立って指揮を取られば、危険を冒して任務に当たる部下たちに申し訳ないと教わってきました。それなのに後方でデスクワーク勤務なんて納得できるわけがないでしょう。ほほう、広報に広報をかけたわけか。なかなかうまいダジャレだな。私は真面目に言ってるんです。茶化すつもりなら失礼します。今の位置だと君は消される。
状況を理解したまえ。消されるってどういう意味ですか？そのままの意味だ。最近内調内閣調査室の動きが妙に活発でな。人づてに聞いた話だと、どうやら君の捜査線上の情報提供者に対して二重聞き込みを行っているとのことだった。同じ相手に同じ質問、そんな回りくどいことをしなくても我々に確かめれば済むだけなのに、わざわざ非効率なやり方をしている。しかも我々公安には内密で。それってつまり？そういうことだ。待ってください。確かに俺は公安という特性上ヤバい事件をいくつか抱えていますが、みんなそれぞれオエラ型の命令で動いているものばかりですよ。それなのに俺なんかを狙って一体どうするんです？オエラ型に圧力をかけた方がよっぽど効率的じゃないですか。ああ確かに君が今担当している事件には問題がなさそうだな。だが君には心当たりがあるはずだ。数週間前に取った年休の日、どこに行っていたのかね？それは。山沖さんに覗き趣味があるとは思いませんでしたよ。俺が女性だったらプライベートの侵害だって告訴しているところです。はあ、南井警部補の一件は捜査打ち切りとの命令が下っていたはずだ。今のところ私の紫三寸で止まっているが、上に知られると厄介なことになる。まして内調まで乗り出してきたとなれば。俺も南井さんの後を追って死ぬことになりかねないですか？なるほど。それで俺をほとぼりが冷めるまで辺境に飛ばしておこうと。お気遣いはありがたい限りですが、俺だって刑事の端くれです。そんな危険は重々承知の上で。使いバグロ、お前は見ないの敵を撃ちたいのか、それとも撃つふりをしたいのか、どっちだ。前のお前は広報というものを馬鹿にしすぎている。マスコミ向けに現場から出された資料をそのまま受け渡す文書係のように思っているのかもしれんが、とんでもない間違いだ。お前をそこに行かせるのは遊ばせるためではない、危険地帯から逃すためでもない。我々警察が権力に対抗するための力を築き上げるための重要な任務をお前にさせようというのだ。もう少しその頭を働かせたまえ。権力に対抗する力。
そうだ、白樺山荘覚えているな。ええ、もちろん忘れるわけがないでしょ。あの事件は T 大学籠城事件の時と違って、セロンが我々に味方をした。それはなぜか、お前は理解しているか？そりゃ、じゃあ、なかった。それはもちろん、犯人グループが武装して人質を取った上、警官2名、そして民間人1名を射殺したからでしょう。それだけの凶悪犯罪を働けば、大衆の支持を得られるはずがありませんよ。確かにそういう見解もできるだろう。だがもう一つ思い出したまえ。 T 大学籠城事件の時も死者が出なかったとはいえ、警察と学生双方に重軽傷者が多数出た。にもかかわらずセロンは学生たちを支持した。この違いはどこにある？あ、私はあの時、広報の総責任者である警察庁の結城幕僚長と共に報道へと発信する情報の整理に努めた。そして彼らには警察官が犯人の一人を射殺した事実よりも制圧作戦で殉職した警察官2名、そしてその家族に関して番組を編成するようマスコミ各社に要請したのだ。美内さんが戒告処分で済んだのは、そういう経緯があったんですね。そうだ。それに他にもある。練習は当初別行動をとっていたリーダー格の仲間と合流し、そのため人質になっていた管理人の妻を連れ出して脱出を図る予定だった。だが、その仲間がすでに逮捕されている事実を知り、断念した。そしてテレビ画面に映し出された肉親の声、さらに世間の様子を見たことで自分たちの行いに正当性が見出せないことを悟るようになっていた。それがあったからこそ連中は逮捕後の尋問に対して自供に応じる気になった。あの事件の解決には報道の力が大きな役割を果たしたと言っても過言ではないだろう。確かにそうですね。
だが何分新しすぎる分野で、今のままだと上層部の理解がついてこないだろう。私自身それほど広報について詳しい知識や情報網があるわけでもないからね。だからこそ地道に、そして確固たる足場を開拓して気づいていかなければならない。責任は重大だ。そして遂行する能力も。それでも左遷だとお前は思うか。つまり山沖さん、俺にその先兵をやれと、そういうことですか？そうだ。君が美奈井君の仇として追う事件に限らず、これからの事件捜査においてはマスコミの存在は毒にも薬にもなるものだ。その動きと流れを掌握するためにも、我々は独自の専門機関を築き上げておかなくてはならない。内閣の連中は内調、自衛隊は陸幕2課、そして我々警察は広報室というわけだ。なるほどね。やりますよ、山沖さん。俺はきっとあなたの期待に応えてみせます。それに。なら決まりだな。何十年先になるかは分からんが、その日を楽しみにしておこう。何十年もかけませんよ。ええ、10年以内に俺はきっとものにしてみせます。その時にはいろいろと無理難題を持っていくつもりなので、どうかよろしく頼みます。さすがに定期試験前に部活はやらないか。おい、見ない。お疲れ様です、塚田先輩。ロードワークからの戻りですか？大会近いと大変ですね。ああ、お前は？特
図書館で勉強です。中間ちょっとミスっちゃったから期末で挽回しないと。嘘つけよ。先輩、聞いたぞ、矢部から。お前陸上部辞めるんだって？ええ、まあ。お前のことだ。いい加減な考えで決めたわけじゃないと分かってる。だけどもう少し考えてみないか。別にそこまで急ぐことではないはずだ。大会まであと少しじゃないか。矢部先生にも同じことを言われましたよ。だけどもう決めたんです。今月で陸上部辞めます。見ない、いろいろとありがとうございました、塚田先輩。インハイの記録更新の約束破ってすみません。去年のインハイが先輩と一緒に行った最初で最後になっちゃいましたね。今年は男子の団体リレーも女子のトラック競技も厳しいみたいだし、ひょっとしたら先輩お一人での遠征になるかもしれませんが、頑張ってください。私応援していますから。それじゃ私はこれで。練習邪魔してすみませんでした。見ない。もう陸上部の連中は誰もいない。だからせっかくだ、飛んでいけよ。時間が。記録更新のために一年間ずっと頑張ってきたんだろう。その宿題くらいちゃんとやり遂げていけ。俺が見届けてやるから。
着替えてこいよ。今ならまだ部室の鍵も開いてるしさ。はい。準備できてるぞ、見ない。この高さでいいんだよな。はい。覚えてくれてたんだ。さあ、飛べよ。やったぞ、未来！自己ベスト更新だぞ！すみませんでした。本当にご迷惑をおかけしました。もうこんなことは絶対にさせませんので、どうかどうか今回のことは寛大な処分をお願いします。絶対ってね。これであなたの妹さんもう3度目だよ。仏の顔も3度までって言うし、さすがにね。申し訳ありません。誠に申し訳ありません。全部私の監督不行き届きのせいです。今度こそ私が責任を持って反省させますので、どうかどうか。
にしてもバイクの後ろに乗せてもらっただけじゃん。なんでここまで怒られなきゃいけないのさ。切符切って点数稼ぐことしか考えてないくせにさ、そんなに楽しいかね、弱い者いじめが。だいたい君のご両親は？子供が遊び回ってるのに無責任というか、結構な身分だな。ちゃんと連絡したのかね？いえ、実はうち、私の他には祖母だけで。あ？いないのかね？両方とも？親がいないのをいいことに、子供は非行も好き放題。とんでもない家庭だな。んだと？まあまあ、その辺でいいじゃないですか。それは本当ですか？ええ、間違いないです。さっき人事課に問い合わせましたから。とにかく気をつけるように。非行といってもグループに入っていたわけではなさそうですしね。今日のところは学校には知らせず、我々だけの懐に収めておきましょう。ありがとうございます。別にいいのに、学校に伝わっても。同級生ね。
それじゃ今日はもう気をつけて帰りなさい。あんまり遅くなると危ないわ。はい、ありがとうございます。まどか、ほら。どうも。あれが、あの見ない刑事の娘さんたちか。大変みたいね。ねえ、窓か？何よ。またお説教。学校合わないの？だったら別のところに転校してもいいのよ。いいよそんなの。引っ越すお金なんてないじゃん。引っ越さなくても少し離れた場所なら選択肢はあるわよ。あなたのことをいろいろ言う人もいないし、それに。あいにく通学に無駄な時間をかける気はありません。余計なお世話だよ、それって。一体どうして？前のあんたなら私よりずっと覚えが良くて成績も良かったのに。あんたはやればできるのよ。だから自信を持って。残念でした。私はもともとこの程度だよ。勉強なんて嫌いだし、学校も大嫌い。だからもう放っておいてよ。正直鬱陶しいんだよ。妙な期待ばっかりされてさ。窓か。なんで、私、こんな病気を。Thank you.
何がそんなに愉快なんだろう。ひなみざわダム建設阻止成功、万歳。鬼ヶ淵四種同盟、万歳。役人ども、わしら雛見沢全員の結束の力思い知ったか。そうじゃそうじゃ、正義はわしらにあり。あんな私利私欲のお役人どもにわしらの生活の基盤を破壊されてたまるかい。わしらの正義、そしてお社様に乾杯じゃ。乾杯。ひなみざわから立ち退く家には結構な保証金が国からあてがわれるそうよ。それこそちょっとした都市部でも一戸建ての家が持てるくらいの。はあ、そうと分かっていたら住民票をひなみざわに残しておいたのにね。おい、よさないか。お母さんが聞いたらきっと怒るぞ。うちは仮にも君吉家の一員じゃないか。構わないわよ。そもそもうちは御三家の一つといっても分家の一つなんだから、別にありがたい恩恵もないし、私にとっては不便な田舎でしかなかったわ。人が死んでるのに、なんでこの人たちはこんなに笑えるんだろう。Thank you.
してそこまで喜べるのかな。自分たちさえ良ければ誰かは不幸になってもいいの。人は見かけによらないな。この人もきっと本当はいい人なんだ。みんな、嘘つきだ。